津村さんが奥様の遺骨を両腕にしっかりと抱えて出ていらっしゃいました。事故現場の山形に向かわれて亡骸と対面されて3日。着きましょう。いいからうちの嫁さん返してくれよ。梅宮陽一です。ゆきの旦那の。貯金しない。大宮さん、留守番すればいいんだよね。週2回。僕らしくないですか、子供の面倒なんか見て。先生、奥さん亡くなってからちゃんと泣きましたか、一度でも。そもそもこういうことでも書かなきゃ、あんたもう書けないんじゃないんですかって言ってんすよ。先生は私のこと抱いてるんじゃない。誰のことも抱いたことはないですよ。お母さんだって勝手に死んだし。霧にも空にも困ってのたじまってよ。思い通りか、ざまあねんだと言ってるか。つくれだ、つくれだ、私は暴力だ。僕はね、夏子が死んだ時他の女の人と寝てたんだよ。君とは全然違うんだよ。長い言い訳。